よし、作戦準備完了。ちょっとサム、泥だらけじゃない。スン、僕ハトの会社に忍び込むんだ。そのバンダナいるの？ハトの変装になってないけど。いやでもね、いるんだよ。これしてないとハトがびっくりするんだ。茂みにも隠れやすいしね。でもさ、そんな格好でハトの群れにいたら一発でバレちゃわない？じゃあどうしよう、何か方法ある？いい考えがあるよ。さあ始めよう。やあみんな、今日は一風変わった工作だよ。ハトのシューズを作るんだって。まずはハトの体から。土台はもう作ってある。っておかしいな、ここにあったのに。まあこれのこと。変な反りがあるなって思ってた。はい、ありがとう。そしたらこれから使うのはキリと綿だね。ありがとうサムばあちゃん。へへへ。じゃあ始めよう。これから使う方法はフェルティングって呼ばれてるの。針を使って綿を立体的な形にするんだよ。こうやって。みんな、針は危ないから大人の人に手伝ってもらってね。フェルティングって1980年代に始まった新しいやり方だって知ってた？発明者はデビッドとエレノア・スターウッド。綿工場の針を使って水も石鹸も使わずに形を作ることを思いついたの。鳩の姿を思い出してたんだけど、胸は紫や緑だよね。その通りね。まずはこの部分を先にやらせて。これでよし。見た目よりずっと簡単だからみんなもやってみて。紫の綿を見つけた。運が良かったね。ところでサムはどうしてハトのことが気になったの？僕さ、ハトのヒナを見たことがなくて。大人のハトはいっぱいなのに。だからおかしいなって思って。これは秘密組織、政府の陰謀じゃないかって。サムの想像力は豊かだね。それはハトの生態。ハトのヒナが隠れているのは親鳥が巣を屋根や橋の下なんかに作るから。そこら中にスポンジがあるのは手伝わない僕への当てつけ？サム、今すぐお皿洗ってくれるってこと？じゃ、その間作業を続けよう。ハトは人の顔をよく覚えてるって知ってた？寿命は20年くらいだね。何考えてるのサム？これは何かの符号だよ。わからないのス。何が？ハトは人間をスパイしている。はあ、寒ってば。私を見張ったところでスーパーにクッキー買いに行ってるだけだし。陰謀論は置いといて、グルーガンが必要ね。ってことはハトを靴に取り付けるの？その通り。靴といえば古くなったけど捨てられないのがあったね。これとか？そう、それそれ。今は片方だけを使うよ。かかとにグルーをつけて鳩の体を取り付ける。グルーガンは火傷の元だから安全第一にね。よしっと。スー、こっちの靴は僕にやらせてよ。わあ、それは助かる。もう一羽違った鳩を作ってね。もちろん、びっくりさせてあげるよ。ちょっとサム、変な実験しないでよ。鳩に紛れ込むのが目的だったの忘れないで。じゃあ黄色い羽も赤いくちばしもダメ？本物っぽく作らないと。じゃあ鳩の写真を見ながらやることにしよう。それはいい考えね。お次のステップ、2枚のフェルトから羽毛を作るよ。それは長くかかりそうだね。それじゃあ目覚ましかけてお昼寝してくるからよろしく。ちょっとサム待って、私ならすぐでしょ。今なんて言った？工作の魔法を使えば。ほら、できた。わあ、すっごいや。目が覚めたよ。でも大事なものを忘れてる。おっと、ほんとだ。才能豊かなアシスタントがいて嬉しい。それじゃあ羽を作っていくよ。こんな感じ。いやー、お褒めに預かりまして。照れるな。ここは色を変えて好きな模様にしてもいいからね。こう。サム、そっちの靴はどんな感じ？スーより早いよ。2つ目の羽終わっちゃった。1つだけじゃ飛べないからね。
おっと、それじゃあ急ごうかな。出来上がり、いいね。細かい作業は手先が器用になるし、心も落ち着くんだ。最後のステップ、羽を取り付ける。遅いな、これじゃあ2つ目の羽で日が暮れちゃう。ご心配どうも。でももう終わったよ。おお、いい感じだね。僕の方が鳩っぽいけど。あら、そう？鳩の尾を見ても言ってられるかな。この出来栄え、考えてなかったんじゃない？僕も同じにしていい？いいよね。もちろんだよ、サム。やったー。お互い別の靴を作ってるけど、2つで1足だし。これいい感じでしょ？また途中だけど。こっちもだよ。尾がまだ完成してない。よし、できた。細かい羽毛も必要ね。わあ、たくさん。続けよう。ふんふん、それで？なるほど。どうやってくっつけるの？見て、2つを貼り合わせて土台に取り付けるの。オッケー、わかった。僕も試してみるよ。最後の1枚。完璧。羽の角度を少しずつ変えると本物っぽく見えるよ。スン、飾りはどうするの？よく気づいたね。それが次のステップだよ。それじゃあやってみよう。ランララ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 ランラン。ねえスー、何やってるの？飾りをするって話だったでしょ。ほら、足を作ったよ。ポッ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 、クッキーくずはどこだい？食べちゃったのかい？スー、遊んでないで工作を終わらせようよ。そうね、ピンクを使った考えがあるよ。今度はお絵かきを始めるの？それはこの工作が終わったらね。足にピンクを入れるともっと本物っぽくなるんだよ。ふん、いい考えだ。真似しよう。鳩の記憶力ってすごくいいんだよ。だから伝書鳩にも使われた。鳩は記憶も嗅覚もすごいんだよ。地形を匂いで嗅ぎ分けるんだ。わあ、それは知らなかった。さて、足を乾かさないとね。その間何をしようかな。何をって、そりゃスーの鳩がのっぺらぼうだから、それじゃない？うん、よくわからないな。どういうこと？くちばしもないし、目もないよ。細かいところによく気づいたね。これは簡単。ほら、これでよし。ふん、うん、ふん、確かにこれで大丈夫。僕は目を作ろう。よろしく。くちばしはできた。じゃーん、戻りました。笑える。どうかな。綺麗ね。よくできてるよ。それじゃあ目をつけてあげよう。ぴったり。お礼の一つぐらい言ってよ。ごめん、ありがとう。そっちも目をつけたみたいだね。ララララララ。スー、足が乾いたみたいだよ。お、それじゃあくっつけようか。よしと。みんな、こっちの靴は出来上がったよ。サムのはどうかな。うん、ちょっと手伝ってもらえると嬉しいな。作るのと運ぶのはわけが違うや。もちろん。あれ、私を手伝う間こっちができなかった？その僕忘れたわけじゃないんだよ。魔法を見せたくてさ。そう。ああ、そういうこと。こうやるんだよ。それ。出来上がり。鳩のつがいの出来上がり。この出来栄えを見て。サム、どこにいるの？サム、これで忍び込めるよ。作戦開始だよ。あれ？ああ、ここにいた。ほら、行かない？え？何？どこへ？お外。鳩の秘密を暴くんでしょ？ああ、それか。
もういいんだよ、ハトについて十分調べたから。じゃあこれは無駄？そんなわけないよ、みんなに自慢できる綺麗な靴ができたでしょ。ほらこれ、ハトのドキュメンタリー見ない？いい考え。でもまずはみんなに挨拶しよう。あ、ごめん忘れてたよ。動画を気に入ってくれたら通知のオンお願いね。ええ、高評価も忘れないでよ。チャンネル登録もね。バイバイみんな。